今日からラジオを聞こう。繰り返しになるが重要なことなのでもう一度言う。脳にとって一番悪いのは一日中テレビをつけっぱなしにしてぼーっと見続けていることだ。毎日繰り返されるドラマの大半はストーリーのパターンが決まっている。一時間番組の時代劇ならば大体何分かくらいか経つと善良な人々が危機に陥り。 それれ、かからら何分くらいかで正義の味方が現象徴発信のやり取りが行われ最後に正義の勝利一見落着という段取りになっているこうしたドラマは時代劇や刑事ものといわれるジャンルに多いようだが安心して見ていられるという点でこの手の番組ほど優れたものはないだろうあるいはお笑い芸人たちが何人も出てきてのらちもない笑いを一緒になって笑いながら見ているのも脳にしてみれば 何ら新しいい刺激もなとと見ることができるまたワイドショーなどで一度見た芸能ニュースを他の番組で繰り返し見るというのもいただけない極端かもしれないが脳の活性化を心がけず毎日同じ脳の部分ばかり緩く刺激し続けていると次第に脳が萎縮してくることが考えられるすでに萎縮が始まっている人は萎縮のスピードが早まってくる。 活性化されない脳細胞は死滅していくしかないからであるつけっぱなしのテレビを前に時々居眠りをするようになったらあなたの脳細胞には危険信号がともっていると思った方がいい認知症の前触れだからだもちろんテレビ画面は意識していなければ見ていられないし毎回パターンは同じだとしてもストーリーを理解するには前頭葉の働きが必要だ。しかしか 脳細胞の活動が緩くても容易に入ってくるような情報では到底脳細胞を活性化したり脳を鍛えたりすることはおぼつかないそこでラジオである先にラジオ世代がアルツハイマー病にかかる確率は4%程度と述べたそしてテレビ世代の段階の世代が高齢化するとその確率はもっと増加するだろうさらにテレビゲーマー世代が老化した時にはどうなるのかと ほとんど恐怖心を煽るようなことを述べてきたテレビゲームのことをもう一度繰り返すならゲームをしながら目と手指を必死に動かしている人はその興奮ぶりと目や手指の激しい動きから脳が活発に活動しているように思えるが実際はその反対で活性化している脳の部分は一部に限られている。後頭腰前頭腰運動や 一番肝心の前頭前野は活性化していないのである。いや、低下しているのである。もちろん、テレビにはテレビの良さがあるし、テレビゲームのすべてが悪いというつもりはない。しかし、そう分かった上で、なお私はラジオの良さを再認識するべきだと主張したい。